はい、元空 TV をご覧の皆さん、こんにちは、こんばんは、パパです。はい、今回なんですけれども、今回ですね、こちら、今日購入したものと届いたものをこちらにあります。あれって思う方もいらっしゃるかもしれませんが、改めてご紹介していきたいと思います。まずね、こちら裸に出てるもの、ロゴスのメスキット、カッコ2個目です。はい、2個目を今日買ってきました。で、あともう1個こちら、なんかごとくじゃないけど、なんつうのこれ、ポケットストーブっていうんですかね、嫁さんが欲しがってたんで買ってあげました。大きめの方ですね。もう一個小さいのがあるんですけど、で今後ろで嫁さんがアルコールストーブっていうのかなの細工してます。それはまだ紹介してないんですけど、近々動画内に出てくると思います。でこちらアマゾンの箱、小さいのと大きい箱2つですね。勘のいい方は何かすぐ分かると思うんですけど、こちらを開けていきたいと思います。はい、じゃあすいません、片手でうまく開けれるか分かんないですけど、開けます。まあめっちゃ軽いやつなんですけど、はい、こちらです。中身入ってません。ほい。スノーピークのチタンシングルマグ450が2個です。はい。Amazon で買ったのでちょっと割高でした。実は昨日ゼビオというスポーツ用品店、でかいお店があるんですけど、そこに1個だけ2700円ぐらいで売ってました。約1000円も違いました。かっこ1個ね。ただ1個しかなかったので、2個欲しい場合はもうしょうがないので、もう割り切ってます。アマゾンあるあるですね。はい、じゃあ次開けましょう。よいしょ、あ、重て、はい、こちらでございます。はい、こちらです。1個出しちゃおう。はいはいはい、じゃーん、映るかな。はい、はい、折りたたみの椅子でございます。はいはいはい、これいいのか。はい、なんかちゃんとこれ大丈夫。うん、いいね。オッケー。はい、というわけでですね、こちらもう一個今出しました。まあ同じものなのでね、広げはしませんけど、2脚ですね。
コールマンの椅子買いまして、でこちらね、スノーピークのチタンマグを買って、まあ夫婦で庭でねコーヒーでも飲めたらいいかなというふうに計画を立てております。はい、でまあその代わりね出費はとんでもないんですけど、まあ、メスティンもね2つ手に入れることができたので、まあ、これでね嫁にご飯作ってもらって、ね、これでね料理調理してもらってね、まあ楽しい庭キャン、家キャンができればなというふうに思ってます。はい、カメラの後ろ側で嫁がニヤニヤしてますけども、はい、というわけでですね、まあ、今回ちょっと買ったギアをですね紹介しただけになりますけども、また近々ですねツイッターとか登録しておいていただければ写真もちょこちょこアップしてますので、ぜひぜひツイッター、インスタグラム登録お願いします。はい、というわけでここまでご視聴ありがとうございました。まあ、重ね重ねになりますけども、チャンネル登録、コメント、高評価ですねお願いいたします。あと YouTube 専用のツイッターアカウントとインスタグラムのリンクですね、トップページの説明欄に貼ってありますので、そちらの登録もぜひお願いいたします。ではまた次回以降の動画でお会いいたしましょう。さよなら。てかね、この椅子マジいいよ。型番なんだろうな。最後の最後に言うことじゃないかもしれないですけど、これね、ヒーリングチェアのオリーブ、あとグレートお店の方であったのでこれを買いました。はい、以上です。コールマン最高。